ございます。いや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 、あの夜やけどな。今日は実は大分の今日田市に来てますよ。それなぜかというと、まあ、あの僕たちがやってるこのドーカスっていうブランド、まあ、ドーカスグラファイトウッドっていうスケートラインもやってるんだけど、ニューモデルでついに清水純がシグネチャーモデルを出すことになりました。フォトグラファーの大輔の写真、大輔も感謝です。で、実はでも純はこれが出ることは知らない、知らない。なんで俺もちょっと今日の朝、あの大阪からサプライズで大分県日田市までやってきました。まあ本当に今からね、ちょっとサプライズ私に行ってみたいと思います。こんにちは。肝試し、惜しい。サプライズライブがすごいいい感じ。ちょっと待って、みんなめっちゃ見てくれてる。じゃあいきますよ。お願いします。はい、じゃあ僕も頑張ります。撮影所なんですよ。なんで坊ちゃん来てんの、こんなとこに。マジで。いや、撮影所。来たのどこで。ちょっとその辺で。マジで。まさかの坊ちゃん。なんか今日近くにいるって聞いた。なんでよ。まさか行きましょう。マジか。さすがに飲めると。いや、飲めないです。そうなんですよ。さっき聞いて、はあ、近くにいるって聞いた。そうなんですよ。そうそうそう。おい、どこで撮影したの。いや、その、もう目の前で。ちょっと目の前でやってました。いや、今日なんかここ集合って聞いたんで。うーん、やばい。いや、まさかの。清水純君、うわー、清水純君、うわー。やばい。
わ、順に大好きやっちゃった。スケートボードを始めて、まあこうなりたい自分だったり夢だったり目標はほぼほぼまあこう何回も超えてきて、こう夢の達成の仕方とか目標の達成の仕方っていう喜びだったりとかやり方とかって分かってきてて、でやっぱ今のもう夢が本当このシグネチャーデッキを出したい。シグネチャーっていうのがやっぱ一番でかくって、それがまさかこういう形で、ね、あのしかも俺の大好きな大好きな写真で、僕これでドーカスに乗る前にレスケっていうブランドに乗ってたんですよ。でそれ日本のトップのスケートボードのブランドで、すごいかっこいいんですけど、あのそのかっこよさより僕はデニスさんのこのすごい人なんですよ。この人すごい情熱と本当レペゼン大阪のすごい人で、この人のために少しでも力になりたいと思って、でドーカスに移籍をしたんですね。でドーカスから言ってシグネチャーを出すっていうのが今の最強の夢だったんですけど、まさか本当に叶うとは。うれしい。ありがとうございます。じゃあ今日はありがとうございます。頑張ります。